うちの娘が JK になりました。おめでとうございます。一つだけ忠告をしておきます。Y 氏という人間が YouTube 界にいますけど、やつには気をつけてください。今日初めて美容室に行きました。床屋がバカらしく感じました。いやいやいや、あの別に床屋さんはバカではないですよ。どういうことだろう。あのよく言うじゃないですか、美容師より理容師の方が資格取るのに関しては難しいってよく言いますけどね。あの顔を剃ったりしなきゃいけない部分も含まれてくるから、そうやって言いますけど、ペペが暴れる君にしか見えない件。確かに今気がついた、暴れる君ですね。え？ペペの顔が暴れる君にしか見えない。もう一人いた。これはもう間違いないわ。暴れる君だわ。今日でメンバー加入1年です。ただの虚無感しかありません。悲しい。素晴らしい。名前の横のバッジもレインボーに輝いています。これからもぜひともよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと木下優香さんみたいなやつしたら、ミランとの D1 カップ準決勝を戦った後に交渉期間です。で、おそらくここまで、まずは D1 カップをちゃんと勝つこと、まあファーストレグですけどね、ホームアンドアウェイあるんで、リバプールに勝ってきたミランですから、まあ強いと、まあメンバーもしっかりですけれども、でリーグ戦の方はですね1位、勝ち点差3なんで、まあ、負けるわけにいかないよっていう形なんですけど、今日は試合がないので、まあ OK。 まずはミラン戦よ。あとはまあ誰を獲得するかですね。じゃん。まあでもこれ終わったら休憩なんで使います。この程度の疲労は。ヘイティンガさんが調子悪い、しかも病み上がりか。これは下げた方がいいかもしれないな。ヨボさんがボランチで、あとはホワイトブレッドさんが調子悪いでバディアンさんを入れて、ティアニーさん、ズバルさん、まあいいかいいかいいか、これでいいか。あ、ファーディランドも調子悪いの。でもファーディランドは買いが利かないな。なんて言ったってミランですから相手は。カンナバルさんと比べるか。シェフチェンコ、クレスポ、カカ、半端じゃないね。カカ、セイドル、ルイコスタ、ガッドゥーゾ、カラーゼ、スタム、ネスタ、マルディーニ。毎回言う、もう一回言う、世界選抜かな。ミランはホームだけど、ホームユニフォームじゃ我々に気を使ってくれたのかな。赤と黒だから我々のホームなんだ。ホーム黒でアウェー赤だから、ちょっと気使わしちゃったかもしれない。ミランに無駄に浮かしたパスで相手の宙を引きつけて落とす。これ、このワンツー、中には2人いる。やめてシェフチェンコ、やめてシェフチェンコ。あー、ブレブラビ。いやー、セカンドボーリスタがいる向こうに。一度下げます。オッケー、さすが。え、マジで言ってる。取ったのに取れてなかった。おー、いやちょっとこれよく勝ってたよね。オフェンシブハーフ、ガビオカンナバー、いらな、まあいるか。今のは無理だったか。直接フリーキックになります。いずれにしてもファーディナンド、惜しい。どうでしょう、ちょっとまだリズムに乗れてない気がするんですが、ジョン・テリー、サンキュー、ジョン・テリー。前へ送る、うまい。これも行っちゃおう。ジーだ。あのミラン、ミランっていうチャントがイアン、イアンって聞こえるんだけど、それは私だけでしょうか。そしてカカ、ファー、いやだよね、だよね、そうなると思った。今パス出るのが遅かったから。クレスポ、オッケー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 、いいボール、オッケーオッケーオッケー、こちらにパス、こう、前、カナスタウに負けんな。うわー、天下一品。クレスポ、ウクライナの矢が差し込みましたって言われた特殊実況。シュートどうなってる、それ半端じゃないな、やっぱりな。ちょっと違うわ、
他のチームと。ただ順位はそんなにね、まあ、ユーベレアルの方が成績いいイメージある。やばいわ。アベゴール引き分けでもいいんだよ。アベゴールぶち込む。なんで取り切れず。追加点のチャンス。シュート。オッケーオッケーオッケー。さあ通るか。入ってきた。オッケーオッケー。バンデンボアさんは勝ってる。さあ左から上がっていきます。横パス。あれ？クレスポさん？すいませんでした。でもそんな怪我につながるようなファールはしてないっていう自負はあるんですけど、これをものちょっと中の上がり方とかがね。あ、いいよいいよ、バンデモンさんいい。これこうやってなんて、ラッキーボーイ。なんでって言った、あれはちょっと聞かなかったことにしていただきたいです。すごくいい感じでボールが通ってしまいました。完璧です。これボー、バンデンボーアさんがここスルーになったでしょ、なんかしないと。ここもペレアさんが何をやってんだ、これマルディーニは。あれ誰だ、左サイドバック、マルディーニじゃないか、カラーゼかな。あ、クレスポさん怪我。一気に逆転いってほしいです、ね、ごめんなさい。これラストプレーでしょ。ボールを持っているのはアビダル。あげちゃうか。後ろがあるんですよ。あげない。折り返す、グラウンダー。打つまでの時間がバー。でも前半戦いいよ、攻められてるけど。いい。これで終わったとしても一応有利には立ってるんで、その辺をしっかりみんなあれよ、ダイレクトで送る、引け目をね感じずに、ミランだからって一気に前感じずに行ったらいいよ。ミランボールは曲がっていく。いいよ、ジャンの199センチ、カンナバーロタン、ジャーン。カーディナルの1アンも、オッケー。え、何回取ればいいの、じゃあ我々はボールを。これは何回取ったら取れるのボール。不明死シュート、おかしいじゃん。不可解なんだよな。そしてここはボーム、うまっとうめん。このまま試合をコントロールしていきたいですね。うまい、うーわー、ナイス絞りだね。縦に出して、打てられないの。ミランボールになります。うまい。いいね。ちょっと間に合うか。ナイスカナバロさん。ここはよく守りました。縦に出した。中へ返します。そしてパウロカンナバール。打つまでの時間がこの試合長い。ティアニーさん入れるか。カンナバーロさん下がって。オッケー、左のウィングがピケさんで、トップ下にバンデンボーアさんを持ってきてずらしたって感じです。下げてここは取れないんだよ、取ってんのに。オフサイドなの？ピルロ？マジで？うまー、これカカのパスか？微妙、むちゃくちゃ微妙じゃない？え、微妙。ない、これオフサイド。まあ、ないってことなんですよね。ゲームは VAR みたいなもんですか、そもそもは。しかし苦しいですね。しかしこういう時こそチーム一丸となったプレーを期待したいです。中に2枚、ピケは左利きだよね、この世界では。前に送
オッケー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 、最後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 攻めよう。ワンツー無理、ベッケンバーガーさん外走ってほしい。オッケー、間に合わないから打ってまえと思ったら入るんですまあまあまあ、アウェーゴール2つ取ったっていうのは非常にでかい。だから 1-0 とかだったら我々の勝ちですから、 1-0-2-1 でも我々の勝ち。 OK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 、 まあなんとか首の皮一枚繋がったって感じ。おー、まあ、10本打たれてるからね。26,000ポイントあるってことはジャンを上がってるよ。おー、カップ戦上がるね。やっぱりテクニック97、ベッケンバーガー。はい、FIFA ランキング上がったか。なんか下がってんだけど、なんで D1 カップ神田バーラさんとバンデバーさんがいいじゃん、11。こうなっています。まあこれ見ても何も分かんないのか。で、交渉期間誰を取るかっていう話なんですが、まあコメントでもね、たくさんありがとうございました。ただですね、誰かを取ってほしいというような、コメントが、ありません。リストを見させていただきます。まあキブとかは俺はありだと思う。本当に左サイドハーフ、あ、左ウィング。あとアジャラさんを怪我させてしまったので、アジャラさんを責任を持ってね、うちのチームで療養してもらうっていうのもありだと思ってる。そしてザマーね、レアルマドリーを弱体化させるっていう意味ではザマーをぶんどんのが一番いい。まずザマーいきます。シレアさんとトレードとかでもいいしな。ザマーは普通にシレアさんとトレード行くか。移籍ポイント3000ぐらい、4000ぐらい払ったら来てくれそうじゃない。マジでねえ、アジャラさんもちょっとヨーガとトレードしてみよう。5000は無理だけど、あとキブね。キブ誰とトレードするかっちゅう話で、まあ、使ってない、まあ、メッツェルダーさんあたりだったら全然ありだな。4000、5000円ぐらい払ってもいいか。大盤振る舞いでこれで収支予測でいうとチーム年俸17,000、残り22,000。あ、1位だからか、全然足りてんだ。とりあえず進みますか。はい、ザバーさんを獲得させてください。レアルマドリの弱体化をどうか神様よろしくお願いいたします。アジャナ、メンバーが離脱。つまりこれヨーガがいなくなったということで、ヨーガバレンシア入りってことでよろしいですか。これ、あ、アジャラが入ってきたから、しかも5週間使えないっていううちで責任を持って療養を、うちで全身全霊をかけた療養をね、していただきたいと思います。するってーと、あとリストには誰がいる。ネスター、あー、まあミランを弱体化しておくっていうのもありだな。確かにマルディーニとかちょっぴいてもいいね。39歳だけど、マルディーニサイドバックもできるでしょ。そうだよね。じゃバディアンさんのちょっと申し訳ない、ちょっと勝手になっていただく可能性あります。ネスタも行ってみようか。あ、ティアニーさんあたり、あ、高いな。ネスタ高いわ。あとは検索でちょっと能力順に並べてみようか。能力順っていうか年俸順の方が上がりやすいか。フリットは取れない、ライカルトも取れない、クロ取れない、ベッケンバーワーはうち、パサレラ、ボビームーンはネスタ、ファーディナント、はい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 、バレージもありだけどね。クーマン、ユナイテッド頑張ってんのかな。サムエル、あ、サムエルブンドルのありだな。ちょっとバレにレアル入りどうだ。ちょ、偵察で偵察してきてよ、レアルをバレに。
したらもう弱体化も弱体化だから、バリニが言ったらね。レザーマン、ブレーメ取れない、カルツ、ルジェリー、デサイ、レアンス、能力高い人はやっぱうちに結構いるよね、もうすでにね。これで収支予測で言うと、まあ、これぐらいでいいか。これじゃ足りてないもんね、もうすでにね。進みます、まあ、全員 OK ってことはないんで、このゲームもう絶対に一人ぐらい入ってきてくれたら嬉しい。ただ本命はね、やっぱりザマーなんだよ。まあ、サムエルかザマーだな。あ、ファティさんとかに来てたの？ジョン・テリーに来てたんだね、オファー。じゃあもう一回ザマーにちょっと行きましょう。ここはやっぱ譲れないと思う。譲っちゃいけない部分。しかもちゃんとトレードできそうなシレアさんあたり。5000円ぐらい払う。あとキブ。メッツェルダ？さっきと同様。中澤さん、あ、松田直樹さんがいいって言ってたっけ。そういえば、でも松田さんこれ取るにしてもさ、あ、移籍ポイントかかっちゃうんだよな。これで来てくれるなら全然 OK だけど。ボンバーも言っとく。ボンバーも、あ、 OKOK、 足りて。ザマーもうちょっと上げるか。じゃあ3000ポイントぐらい上げれんだ。これでいいじゃん。ねえ、もっと上げれるか、勝つことを考えたら。これぐらいいっちゃう？いっちゃおう。お願い、ザマーをうちに引き入れて、レアルのチーム力を弱体化させて、なおかつシレアさんっていうスパイを送り込んで、我々が優勝する。これなんですよ、マスターリーグって。もうやることは一つです。サムエルを絶対にぶんどる。しかもトレード交渉の材料はバレリです。収支予測ギリギリまで攻めるも、これでいこう。1万6000ポイントプラスバレリです。どうなってる。移籍ポイントだって1万3332っていう話だよ、市場評価額で言うと。それにプラス3000払ってさらにバレリだからね。でもバレリをレアルに潜り込ませるっていう、そこが一番重要なポイントかもしれない。となんで